この動画をご覧いただきありがとうございます。この動画ではダンスダンスレボリューションの謎についてご紹介していきます。謎と言いつつただの豆知識のようなものもありますが、たまあたたかく見守っていただけたら幸いです。内容については作成時のものになっておりますのでご注意ください。ご協力いただきました不明サイト様を概要欄に掲載しておりますので、よろしければぜひそちらもご覧くださいませ。それでは早速行ってみましょう。 First Stage DDR Force Mix で登場したコナミオリジナル楽曲の中で、現時点で唯一アーケードで踏めないのがクノキッククライシスです。この曲はギターフリークスのボス曲のヒプノティカのリミックス曲で、どちらも直樹が作曲したものです。 DDR MAX で一度9曲が全て削除となり、その後9曲はどんどんと復活を果たしていきましたが、この曲は復活しませんでした。しかもこの曲 DDR Force Mix 時点では最高難易度である9を冠していたのです。Q の中ではノート数も少なく、かなり簡単な部類ではあるのですが、この曲だけ堅くなに復活させなかったのは謎です。 Second Stage アーケード版 DDR スーパーノヴァにはエクストリーム以降に発売された PS2 ソフトから多くの楽曲が収録されました。しかし全てのコナミオリジナル曲が収録されたわけではなく、選曲には一部疑問を持たざるを得ないものもありました。選曲は何かしらの基準を持って行われているのかもしれませんが、ビートマニア 2DX で絶大な人気を誇ったスターマインや、キーボードマニアからビートマニア 2DX に移植され知名度が抜群のライドオンザライトなどが漏れたのはかなり意外でした。逆に DDR フェスティバルからプッチャフェイスインにサタデーナイトミックスが収録されましたが、プッチャフェイスインにこれで3曲目となり、若干飽和感があります。ただしこれはダンスマニアックス収録曲なので、優先的に収録されたという可能性も考えられます。既存曲のリミックスを増やすよりは新規の楽曲を増やした方が良かったのではという疑問が残る結果となりました。 DDR フェスティバルやDDR ストライクにはアーケード版に進出していない意外な曲がたくさんありますので、ぜひ一度遊んでみてください。ファイナルステージ DDR パーティーコレクションという作品があります。これは家庭用 DDR エクストリームの後に発売された作品で、昔の版権曲がたくさん収録されています。さらにハイスピードなど当時では使えなかったオプションが設定できることもあり、版権曲が好きな人であれば必定の一本といえます。もちろんコナミオリジナル曲もそれなりの数収録されています。今では踏めないエンドオブザセンチュリーやリメンバーユーが収録されているのもポイントが高いです。今回の謎は版権曲のチョイスについてです。パーティーコレクションの版権曲のチョイスはセンスの塊といっても過言ではありません。誰もが納得する人気曲の詰め合わせで、過去作の良いところだけを集めたような内容です。さらにアーケード版エクストリームで復活収録された版権曲を網羅しており、エディット需要にまで気を配っているという神っぷりです。意外なことに DDR ソロシリーズからもドリームアドリームが収録されていたりと面白い部分もあります。全体的にユーザーのニーズにしっかり応えていることがよくわかります。しかしなぜこの曲が入らなかったのだろうかという曲がありました。 Have You Never Been Mellow です。多くのプレイヤーが一番最初に踏んだであろうこの曲が入っていなかったのは少々意外でした。しかし裏を返せばそれくらいしか疑問がない、まさに版権曲オールスターな内容となっています。パラノイアリスペクトを初めて世に出した作品、よろしければぜひ遊んでみてください。エクストリームはプレミアがついていますが、こちらの作品は比較的安価に買えるイメージです。
余談ですがフォースミックスプラスで登場したコンガフィーリング、とソロ2000で登場したドリームアドリームはまさかの実写ムービーが追加されています。良いことですがこれはこれで謎です。エクストラステージ DDRX9 でビートもニャス DX から移植されたヒット曲ゴールドラッシュですが、 DDR で F 版のタイトルコールが3パターンにリンクします。まずはこちらがビートマニアック DX タイトルコール。こちらは DDR のアーケード版のタイトルコール。待たせたな、ファーストミックス、セカンドミックス、サードミックス、フォースミックス、フィフスミックス、 DDR マックス、マックス2、エクストリーム、クラブバージョン、ベースミックス、ソロ2000、スーパーノバ、スーパーノバ2、 DDRX、 DDRX2。そしてこちらが DDR の家庭用のタイトルコールです。待たせたな、ファーストミックス、セカンドミックス、サードミックス、フォースミックス、フィフスミックス、 DDR マックス、マックス2、エクストリーム、エクストラミックス、パーティーコレクション、フェスティバル、ストライク、ホッテスパーティー、グーグルパーティー、ミュージックウィーン。サンクスドロップの日本語版の人気がなくなってしまったこととは異なり、この曲に関しては DDRX2 で移植されてから2024年3月現在までの分岐を確認することができます。どのタイトルコールにリンクするかは完全ランダムと言われていますが、実際のところは謎に包まれています。前の戦略によって変わるのではないか、胴体の時計に連動しているのではないかという噂もありましたが、実際どうなのかは解明されておりません。そのため全てのタイトルコールを聞いたという人は意外と少ないかもしれません。あくまで体感ですが、家庭用のタイトルコールは出現率が低めのように感じました。本件について何か情報をお持ちの方はコメントにてお教えください。なお DDRX2 のサントラには 2DX タイトルコール版しか収録されていないため、他に種はゲームセンターでしか聞くことができません。なんですか、ボックミュージックではゴールドラッシュ、ボックのゴールドマウンテンラッシュという曲名で収録されており、こちらは必ずボックミュージックのタイトルコールが行われます。ボックミュージック18、戦国列伝までのタイトルをゴールするのですが、後半の詰め込みっぷりが圧巻なので、ぜひ一度聴いてみてください。 Thank you for playing DDR の謎、いかがだったでしょうか。DDR は1998年稼働で非常に息の長いゲームなので、たくさんの謎やエピソードがあって面白いですね。あなたが知っている DDR の謎などがありましたら、ぜひともコメント欄にて教えてくださいね。現在 DDR はゲームセンターだけではなく、パソコンでも遊べるようになっております。近くに DDR がないという方も遊びやすくなっていますので、興味がある方はぜひとも概要欄をご確認ください。他にも DDR に関する動画をアップしておりますので、よろしければぜひそちらも楽しんでいただければと思います。この動画が楽しかったら、ぜひともチャンネル登録や高評価ボタンをよろしくお願いいたします。励みになります。それでは次の動画でまたお会いしましょう。ご覧いただきありがとうございました。